日本有数の繊維関連品の集積地、日暮里繊維街。日暮里駅から日暮里中央通りを中心におよそ90店舗が軒を連ねます。ファッション、手芸、ものづくりを楽しむ多くの方が材料を求めて訪れます。そんな繊維の街、ファッションの街日暮里を代表するイベントが日暮里ファッションデザインコンテストです。日本有数の繊維問屋街である日暮里繊維街や日暮里地域の活性化を図るとともに、ファッション産業を支えるデザイナーや理美容師等の育成に寄与することを目的として2006年より毎年開催し、今回が16回目となります。2006年に第1回が開催されて以降、モデルが作品を着てランウェイを歩くファッションショー形式で行われていましたが、去年から新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催方法を変更。また今年1月にフラット日暮里がオープンしたこともあり、今年度も作品を展示する形式でコンテストの最終審査会や受賞・入選作品の公開展示会が行われました。全国各地の服飾専門学校の学生さんを中心に5323点と過去最高の応募がありました。応募点数は5年連続で過去最高を更新しており、コンテストへの注目が年々高まっています。今回の特集は受賞作品をはじめ日暮里ファッションデザインコンテストの模様をたっぷりとお伝えします。この日、翌日に迫った審査会のため一次審査を通過した40作品が会場に集まりました。スタッフが制作者の指示書に従ってマネキンに服を着せていきます。過去最高の応募点数となった今回のテーマは、ファッションチャレンジ2021、日暮里から発信するサスティナブルスタイル。地球規模でのさまざまな課題が顕在化する中、サスティナブル、持続可能な地球環境や社会の実現に向けて機能性と市場性を兼ね備えた実用的な街着です。デザイン画による一次審査において入選作品40点が決定。そして最終審査会に向け学生たちによって形にされました。ここで中山チェック。私中山が特に気になった作品を見ていきましょう。こちらの作品はペットボトルをイメージしたデザイン。衣装のフォルムにサスティナブルを表現しています。生地はペットボトルやポリエステル生地をリサイクルした素材だそうです。ユニークなアイデアですね。こちらはウール生地を使った作品。日暮里繊維街の華やかな街並みや温かい人たちを服全体で表現しているんだそうです。可愛らしいデザインですね。こちらはレインコートに破棄されるビニール傘を用いてリメイクした作品。街にたくさん捨てられてしまっているビニール傘がこれ以上増えないよう思いを込めたデザイン。ビニール傘の問題をデザインに取り入れるなんて素敵です。この他にも使わなくなったネクタイを再利用した作品や、草木で染めたナチュラルな生地を使用した作品など、サスティナブルを表現した作品が集まりました。最終審査会は非公開で行われ、4人の審査員が厳正に審査をし、グランプリをはじめとする12の賞を決定します。
審査は表現力、感性、デザイン性、市場性、完成度の5つの項目をそれぞれ10点で評価します。一作品の最高点は50点、4人の審査委員の得点を合計した総合得点で賞を競い、200点満点のうち最も高い得点を獲得した作品がグランプリとなります。審査委員にお話を伺いました。それぞれの個性を感じます。繊細な気持ちで縫い上げるっていう、縫い始める前から縫い終わりまでっていうものを感じられるものを探したいなと思って見てました。リサイクル、それからサステイナブルっていう理屈が先行して、肌に、痛かったり着心地が悪かったりするものっていうのは結果選ばれません。で、私もアパレルをやっているわけですけども、今後ともそのどんな時代の要請があっても、ファッションを楽しみ、人と、違う格好をしたい、もっと素敵になりたいっていう人間の前向きなエネルギーというのは変わらないので、こういう日暮里コレクションのような機会で若い人たちがそれにチャレンジしている作品を見るのは非常に嬉しいことでございます。応募点数5323点の中から日暮里ファッションデザインコンテストグランプリとなる経済産業大臣賞を受賞する作品とは。さて、受賞作品の発表の前に、日暮里ファッションデザインコンテストと同時開催されたハンドメイドウィークの模様をお伝えします。フラット日暮里を会場に6日間の日程でさまざまなワークショップが開催されたハンドメイドウィーク。この日行われていたのは、講師に人気作家小関すず子さんを迎えたワークショップ、差し子ミシンで作るタウンバッグです。差し子とは日本に古くから伝わる手芸、一針一針手で縫うため時間のかかる作業ですが、差し子ミシンを使うことで簡単に作ることができます。またこのミシンは手縫いのような縫い目ができるのも特徴です。このキルトのバッグがとっても可愛かったん で刺し子のミシンにも興味があったので参加しました、はい、この刺し子の縫い目がすごい可愛くって、手縫いみたいにできるのが気に入ってます。参加した方の中には日暮里繊維街のファンも。キルトの材料を買いに来たりですとか、はい、あとは布を見るだけでもちょっと楽しいので、はい、たまに利用させてもらってます。いや、もう本当に私の中では本当にもう宝物がいっぱいあるような感じで大好きですね。もう揃ってない布はないんじゃないかっていうぐらい、はい、たくさんあって面白いです。それでは日暮里ファッションデザインコンテスト2021審査結果です。12位から4位までの受賞作品はご覧の通りです。3位、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長賞、松本亮さんの作品。
雨具として使用されていた美濃からインスピレーションを受け、使用されなくなったデニムを再利用した作品。デニムを細かく裁断し編み込んでいる特徴的なデザインです。2位、荒川区長賞、相良由衣さんの作品、ペットボトルをイメージしたデザイン。衣装のフォルムにサスティナブルを表現しています。素材は再生ペットという回収されたペットボトルなどから作られた生地を使っています。そしてグランプリ、経済産業大臣賞、宮坂くるみさんの作品。生地にリサイクルポリエステルを使用、布のロスを減らすため直線的なパターンと布の端を有効活用しています。サスティナブルを意識しながらもロマンティックなデザインのワンピースに仕立て上げています。審査委員長、三宅雅彦さんによる好評です。大変課題が難しいサスティナビリティということで、課題が出ておりました。ただ日暮里にあった、日暮里から発するということを我々は非常にそういうことを見て市場性のあるということを、この中でも選ばす一つの基準にさせていただきました。今の時代本当にいろんな意味で、サステナブルの時代ではありますけれども、やはりこれからコロナ、アフターコロナになったらみんな街へ来て、それを着て、歩く、そしてそれがファッショナブルであるということが我々の選択の基準をさせていただきました。皆さん本当に努力していろんな細かいところまで作ってられて、我々本当に参考になりましたけれども、やはり一番選ばせていただいたレース帳のプリントのあれなんかはすぐにでも町へ来ていけるということと、非常に面を中心とした素材にしても気を使われてるんじゃないかというふうに思いました。もっともっとこれからその日本のファッション、そしてこの日暮里のファッションを皆さんで支えていただきたいというふうに思っております。最終審査会から1週間後、表彰式が行われました。グランプリを受賞した宮坂さんは所用のため欠席されましたが、受賞者に賞状や副賞が授与されました。受賞した3人にお話を伺いました。授業でジャケットを作った時に、柄のあるものだと余りの布がすごく多くて、でもそれはすごく細かなもので、また別のものを作るという大きさではなかった時に、趣味がもともと羊毛フェルトで結構作っていたので、これを組み合わせると縫い目なくというか無駄のない服が作れるんではないかと思って、こういう服を作りました。自分はパターンとか形を作るのが好きなので、そういった方向に進みたいのと、今回の結果に満足せずにどんどん新しいものを作れるクリエイターになっていきたいと思います。友人とか使わなくなったデニムを友人からいただいたりして、それでなんかみんなの思いがこもった、思い出が詰まったなんか一着にできたかなと思ってます。今なんか流行というか、なんか結構流行りでサスティナブルがこう上げられてると思うんですけど、これからがなんかもうファッションとサスティナブル SDGs はもうなんか一緒に作り上げて、一緒にこう歩んでいかないといけない、なんか今現状なのかなって思っています。はい、私のテーマが生地がサステナブルテーマで、最初エコペットっていう生地使ってたんですけど、
それがなかなか見つからなかったので、その似た素材、再生ペットを使った生地を探して、それにこういうチェックのプリントをして制作しました。一生懸命書いて一生懸命作ったら、なんかちゃんとこういう賞とかもらえるんだなって分かったので、こう来年就職の年なんですけど、何事にも一生懸命 やることが大事だなって思いました。受賞作品が決定した翌日から行われた公開展示会。大階段とおもてなしスペースに40作品が並びました。日暮里に記事を買いに来てるんですけど、その時にちょっと通りがかったのと、あとインスタで日暮里コレクションやってるって見てちょっと来ました。すごい華やかでとってもビビッドな 色合いが多くて楽しいなと思います。日暮里から発信するサスティナブルスタイル、ファッションを楽しみつつ環境に負荷をかけない、これからの新しいものづくりに挑戦する若者の姿がありました。多くの皆様にご協力をいただき、今年の日暮里ファッションデザインコンテストを無事に終えることができました。多くの素晴らしい作品を応募いただき、グランプリである経済産業大臣賞をはじめ、受賞された12名の皆様に心からお祝いを申し上げます。そしてこのコンテストを契機にファッション業界でご活躍されることを期待しております。